皆さん、こんにちは。第10回サイバーセキュリティーカンファレンス、コードブルー2 0 2 2にようこそおいでくださいました。私は佐々木洋一先生に代わり、本年度より実行委員長を拝命いたしました、明治大学の菊池と申します。本実行委員会を代表いたしまして、ここ渋谷パルコビルにお越しの皆様、並びにオンラインで参加の皆様に歓迎のご挨拶を申し上げます。まずは私自身が、 オンンラインでご挨拶する質例をどうかお許しください私は今年の5月より音楽の在外研究プログラムにて1年間スペインカタリーナ地方のタラゴナという町にあります URV という大学にて長期滞在中でございます、えー、ご覧の通りの地中海に面したことでございますが 古代ローマ時代の遺跡の数々がユネスコの世界遺産に指定されております観光地でもございます。大変温暖な気候で、えー、先週末でもまだビーチで泳いでる人々がいる、そんなところでございます。さて、本会議の開催にあたりまして、多くの方々からご支援を賜りました。まず、トップからホースまであるそうですが、30社を超えますスポンサー企業の皆様、 誠にご支援ありがとうございます。次に、えー、数多くの CFP の中から本会議への登壇者を選定していただきました、鵜飼裕二さんをはじめとするレビュー平等の皆様、どうもありがとうございます。また、本会議の運営には、皆さんご覧いただけるかと思いますが、えー、学生ボランティアが多く手伝っていただいております。どうもありがとうございます。そして最後に、何より、 ここに集まって参加いただきましたすべての皆様に感謝申し上げます。さて、皆様のご支援のおかげで世界トップクラスの専門家が集う場として始めた本コードブルーも10回目を迎えることができました。本会議を立ち上げました篠田ナ奈に言わせますと10回の奇跡だそうであります。 しかし、10回も奇跡が続きましたら、もはや奇跡ではございません。本会議のプログラムを拝見しておりますと、最新の脆弱性情報やマルイヤの発表、学術的に高度な最新技術の提案、偽プレスリリースという社会性の高い話題まで、その幅広い分野と高い専門性に満ちていることは、皆さんお認めいただけるんではないかと思います。中でも、 本会議の基調講演には、ブラックハット、デフコンデの常連で20年のキャリアをお持ちのニール・ワイヤー氏に来ていただきました。いつもですとハロウィンを楽しんでらっしゃるこの10月のこの時期ですが、それを犠牲にしまして、米国ソルトレークシティから本会議のためにわざわざ来日していただいたそうです。ニール、サンキュベルマッチホーカミン。 当初の目的でありました日本からの発信するトップクラスの専門家会議として本コードブルーは十分に育っていることかと思います。カなさんどうもおめでとう。さて皆様こうした対面で参加される会議はどれぐらいぶりでしょうか昨年までご存知の通りコロナ対策のためにオンラインでのみ開催をして機会を逃しておりました ネットワーキングパーティー。これが実に3年ぶりに、えー、開催されます。展示ブースも3年ぶりだそうです。どうかお楽しみください。そして、この3年ぶりの期待に負けないような渋谷パルコ18回の会場ではないかと思います。えー、ご覧いただいているこの18メートルの LED パネルは、 外の光に負けないような大型の装置で常設しているのでは日本で初とのことでございます。まあ、ここだけの話、一日数十万円とのことでございました。えー、どうか会議に疲れましたら、無料のコーヒーでも楽しみながら、渋谷の風景で目を休めていただきたいと思います。あこんな紹介をしておりましたら、今すぐ日本に飛んで帰りたくなりました。どうか皆さん、私の分も、 三年ぶりの対面開催コードブルーをお楽しみくださいませ皆様のネットワークがこの機会に広がることを記念いたしまして私からの歓迎のご挨拶とさせていただきますどうもありがとうございましたえどうも皆さんこんにちは、えー、コードブルーの発起人篠田かなです えどうも菊池先生ありがとうございました素敵なえーオープニング動画ありがとうございますえ今年で10回目のコーードブルーですー10年前何があったか皆さんご記憶ですかね10年前というとそうですね東日本大震災の後ですでちょうどえそうですね東京オリンピックが決まったっていう空気の中コードブルーはえー 声を上げげてあげました、えー、それから10年ですで、えー、いろいろ、まあ、10周年なんでいろんなことをあのいろんな機会でいろんなところで話すんですが今年も学生スタッフ30名いますその中の一人が当時小学校5年生だったんですが彼女が「憧れのコードブルーに来れたと」と当時の,のステッカーもらったんですけど擦り切れちゃったんで今年新しくもらいますとすごく嬉しそうに語ってくれてました。 それぐらいの年月が経ったということです。第一号の学生スタッフは、えー、会社の CTO に成長しました。そういった感じでコードブルーは、えー、いろんな若い人、それからさまざまなあの多様な方々を、えー、集めて開催してきました。10年が経ったんだなと思います。で、そうですね。まあ私からの挨拶はあれなんですけど、あのー。 やっと3年ぶりにこうやってあのフェイストゥーフェイスでお会いできたそしてオンラインの方々もあのいらっしゃると思います泣く泣くオンラインになられた方もあ,のあると聞いてますなのであの楽しんでいただけたらと思います、はい、ではここで、えー、っとスポンサー企業を代表して、えー、日立システムズの本、えー、川さんにご登壇いただきたいと思います いや十年ぶりじゃなくて去年ぶりですねですね毎年ありがとうございますでは本川さんよろしくお願いしますえー、十年間トップスポンサーを続けさせていただいてます日立システムズの本川と申しますおはようございますえっ、ー、と、変な例え話から始めさせていただきたいなと思うんですけれども西暦2000年頃中東で戦争がありました でその戦争に際して日本は資金援助だけをした世界各国からブーツオンザグラウンド現場に来いやと言われてで現場に行ってくれたのは自衛隊の皆さんでしたでそんな頃私は、えー、サイバー空間にみんな行かなきゃダメだろうと考えていてブラックハットジャパンを始めました 一年目はとっても大変で、二年目から先ほどの篠谷香奈さんに入っていただいて、ブラックハットジャパンなんとか数回続けることができました。それからしばらくして、コードブルーが始まりました。私は数回しかブラックハットジャパン続けられませんでしたけれども、コードブルーはもうこれ、今年で10年目です。まあ、結構長く続いてすごいなあと思っています。 支援,の支援をした会があるなと思ってますコードブルーは日本の人日本初のサイバーセキュリティのカンファレンスではありますけれども地球のみんなにブーツオン・ザ・サイバーエリアっていうことでみんなでサイバー空間の現場に来いよというような会なのかなというふうに考えています。それは着実に身を結んで まあ今日はまだ朝早いので、会場はまばらな感じはありますけれども、オンラインにはたくさんの人たちが接続していると聞いてます。そうやって、いろいろな我が地球の人たちでずっとつながっていって、サイバー空間を守っていくのかなと思ってます。ぜひみんなで、ここにいる皆さん、またオンラインで参加している皆さんで、サイバー空間を守っていければなと思います。 ちょっと段取りが早いけれども <laughs>、えー、今日のキーノートスピーカーは先ほどご紹介した「ブラックアウトジャパン」でスタッフでずっと活躍して,くれていたしていてくれたニールワイヤーさんです当時はスタッフだったんですけれども今ではもう立派なスピーカーで何回も何回もいろんなところでスピーチをしています。ニルワイヤ